5日ぶりとなってしまいましたね。5月1日初めてのお休みをしてしまいましたが、その日は東京六大学合唱連盟というね、いわゆる男性合唱の大学の合唱団が集まってやっているジョイントのステマネを、これまで毎年のようにやってきてたんですが、ね、そこも2年間できなくて3年ぶりの開催ってなったんですけれども、私もそのうちの一つの明治のグリーの卒業生なので、後輩たちのケアをするという意味でも、ステマネをやってきたんですが、さすがに演奏会の規模も大きくて、疲労困憊で、その日は今日は無理だなと思って諦め、翌日の2日日中は出勤をして、そのまま妻の実家の方に泊まって、そこから3泊で今日まで行っていましたので、練習も、動画撮影はもちろん練習もちょっとねできずにいましたので、だいぶ久しぶりですね。やべ、爪切ってない、よいしょ、できるかしら。リズム練習からね、まいりましょう。指のこう前後のガタつきというかね、が大きい感じがしますね。あとやっぱりちょっと久しぶりなこともあって、弓を持つ手にちょっと余計なね力が入りますね。そういえば弓道だと弓を持つ側の手が弓の手でユンデかな、引く方が馬の手でメテだったかなと思いますが、バイオリンだとなんかあるのかしらね、ユンデとなんとかみたいなのがね。おかげさまで妻はだいぶ経過もよく、
明日には退院ができそうかなということで一安心ではあるんですが、とはいえね、まあ、安静な状況は変わりがないのでこっちの家に帰ってくるのは難しいかなっていう感じで、予定日通りになるとあと4ヶ月ちょいぐらい実家生活かなという感じで、今回の妊娠は妊娠の初期のね、妻のつわりのひどい時期とそのひどい時期が治りきらないくらいの頃に私の帯状疱疹とで2ヶ月ぐらい別居していたので、今回の妊娠の6ヶ月半がまあ別居状態かなと、まあもちろん積極的に向こうに行こうとも思ってますけれどもね、そうするとちょっと練習は難しい状況になるので、まあできる時にできる限りやっていきましょう。音階ですね、ちょっと爪が大丈夫かしらね。悪くないですね。そしたらキラキラ星いっちゃいましょうかね。今の最後の移動でいうとこのファーの音が、あのその前の A 線の開放弦から R 線の3の指がとても綺麗に抑えられたっていうのが、まあそんなちっちゃなことがとても嬉しいですね。うん、やっぱうまくいくとおってなりますね。うん、そういうおを積み重ねて行きましょうかね。うん、久しぶりに弾いてるけどやっぱ楽しいですね。うん、とても良いこと、まあ、楽しいってこう上手になるための一番大事な原動力かなと思いますね。好きこそものの上手なれ、よくね神童とか天才少年天才少女みたいな子たちって何のことはない、そういう子たちってめちゃくちゃ練習してるんですよね。で一日、まあそれこそピアノでも何でも一日何時間でも平気で弾いてますとか、そういうのがごく当たり前で、でもそれって逆に言うとそれだけ弾き続けられるくらいそれに熱中できるっていう、まあ好きっていうこともそうでしょうし環境もそうだろうし、そういうことがやっぱりこう上手を作っていくよねって思うので、うん、やっぱりこう私も指導者の端くれとしてはこう年齢に関わらずね、その歌唱楽しい、歌って楽しいっていうものを伝えられるといいなと思うし、共感ができてるといいなというふうに思いますね。次のパターンですね。一番難しいやつが2つ目なんだよな、 B パターンね。 T やった T やったですね。
難しいにしては悪くないですが、ラーの音がやっぱりちょっと高くなっちゃいますね。ラーの音は 15.37 セント低くしたいんですよ、どうしてもね。それがやっぱりちょい高い位置になっちゃうので気持ち悪いですね、うん。まあ旋律を純正で取るかどうかっていうのもまあまあ考え方ではあるんだけどもね、まあ、でもやっぱりちょっと今のは高すぎますな。見てみましょう。ウェが詰まりますね。使うのはとても難しいですね。まあでも5日ぶりに弾いたって思うと、あの5日前の感覚を決して失ってなかったので、ちょっとその点は安心をしました。またね、明日からも
けて頑張っていきたいと思いますが、ちょっと明日は我が家に人が来て録音機材の研究会なんぞをやったりとかするので、もしかしたら時間が取れないかもしれませんが、できる限り続けて頑張ってやってまいりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。